クリストファー・ジュリアンは、フランス・ラニー・シュルマルヌ出身のプロサッカー選手。セルティック FC 所属。ポジションはディフェンダー。サッカーを始める以前はハンドボールをしていた。11歳で入団した US ・トルシーでは、ポール・ポグバとチームメイトであった。もともとは、フォワードの選手であったが、クレール・フォンテーヌ国立研究所のトライアルに失敗してからは、守備的なポジションに移った。 2005年13歳の時にアージオセールの下部組織に入団。2012から13シーズンによりトップチームに昇格し2012年8月24日に行われたリーグズのスタッドラバル戦でプロデビューした。2013年6月26日、ブンデスリーガの SC フライブルクと3年契約にサインした。しかし、出場機会が確保できず在籍3シーズンで リーグ戦1試合の出場に終わった。2016年6月11日、トゥールーズ FC に移籍。2019年6月28日、セルティック FC と4年契約を締結したことが発表された。2013年、トルコで開催された 2013FIFAU-20 20ワールドカップに参加、初優勝に貢献した。ありがとうございます。